こんばんは。今日は今日の一日をお知らせしたい。メールで送ってないことがあるんですよ。言いたい。ハマっちゃったものがあるから言いたい。言いたい。トゥルル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 。テロップ書けば嫌です。嫌です。大好きさんピクミンありがとう。言っていややっぱ言いたくない。冗談です。冗談です。ドゥルル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 ル。ミーさんありがとう星。ドゥルルドゥルルルルルドゥルルルドゥルル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 。今日は段ボール2箱作りました。どんだけさ、いらないもの家にあるって感じじゃない？でそんなまだ引っ越ししないのにさ、だってもういらない、今は使わないもの段ボール入れてるんでしょ。でこんだけ段ボールあってやばくないですか？やばくない？普通にどうしようって感じ。なんかみんな簡単断捨離断捨離言うけどさ、こっちのさ思い出を考えろって思うんだよね。さ、まあ断捨離できない人の特徴としてはさ、多分さ、なんか思い出とかさ、そうあるから捨てられないよね。段ボールください。なんでですか？嫌です。自分で買いましょう、頼みましょう。そうなのね。だからね、今あるものしか断捨離、マジ断捨離できない、できないっていうかね、断捨離するものがないんですよ。本当にしたいんです、したいんですよ、したいけど定期的に断捨離したいなと思ってやるんですけど、捨てられるものが本当になくて困ってます。トムテッドさん、なるほどありがとう。アスパ間違えた。モンブランさん、ハートありがとう。そうね、ちょっとずつやらんと。みーさん、みきやくん、ピクミありがとう。お父さんかわいい、ありがとう。車庫借りました。高くない？すごいね。ダンボールは買わなくてもキャラニカたくさんもらえる。確かに確かに確かに。ダンボール欲しいっていう方はぜひ、今キャラに申し込み中だよね。ぜひぜひ、他のメンバーぜひぜひ。しおりんさんありがとう。かまちゃんありがとう。もう一番手っ取り早いのはやっぱお話し会に行くのが一番覚えてもらえるし、オンラインお話し会、名前も表示されるから覚えやすい。だって2度目でも名前が表示されてるから、そう、もし忘れちゃった時に名前って聞けないじゃないですか。だけどオンラインお話し会は何度も出るから、そう、何度も出るから、それがなかったから本当に覚えやすかったから、そう、こう覚えてもらいたいとか、あれ覚えてないのみたいな感じで言われ、なんか言われたことあるんでしょ。いや、お話し会来てよって思って。お話し会に行けば必然と覚えてもらえます。これは確実です。アイセマンさん結婚してありがとうございます。置き場所あるんだ、あ、いいね。ヒデトさん結婚してありがとう。そう、でも時々名前で遊ばれてる方いて、なんかね、始まる3秒前とかに、え、誰誰誰と思って、あ、あなたですかみたいな。あったりします。そう、え、誰誰誰、サプライズみたいになったりしますね。あばら骨ガリスケさんありがとう。そう、覚えてもらいたいとか、メンバーに覚えてもらいたいとかね。そう、ショールームで名前覚えてもらって、お話し会で顔一致してもらう作戦は一番賢い。マジで一番賢いです、本当に。初見詐欺もいそう。
私の話し会は初めて、あーなんかね、ネタで初めて来ましたって何十回も来てる人が言うこともある。初めて来たんですけどみたいな、ね、言われることあるけど、本当に2回目とかで初めてですって言われたことはないかも。で、険悪なムードになったことない。そう、ショールームはね、あるんよ多分ね。来たかどうか多分覚えてなくて、初めましてって普通に言っただけとかもあると思うけど、初期はね、もうメンバーみんな揃って言ってた。初見先がいっちゃん嫌だって。でも初期はその初見っていうのが表示されなかったから、そう、今は表示されるようになったけん、ショールーム様々ですけど、間違いってね言っちゃってる場合もあるからわかんないけど、初見詐欺は、え、今めっちゃいい空、めっちゃいい空、これ写真撮りたかった、悔しい、あーもうちょっと遅く配信を始めていれば今一番撮りたかった。名前変えるんだ、今度やってみようかな。でも好まれる時と好まれない時はあると思う。うん、アナさんやめないで、え、ありがとね。お話代わりにショールームでコメントすると認知してもらいやすいような気がするな。確かにお話し終わりにショールームでコメントとか、公演終わりに、そう、あのペンあそこ分かったみたいなんとかって言われたら、なんか改めて一致するというか、再確認というか、私も不安になる時あるの、えみたいな、なんとかさんだよねみたいな、雰囲気変えてくる人いるじゃん。いい意味で。お話し会と雰囲気変わったり、やっぱ直接見るとなんか雰囲気変わったりする方とか、メガネかけてるかけてないとかあるんですよ。で、ずっと私公園行ったよみたいな言われる方がいて、でお話し会で毎回報告されるんです、割と来てるんです。でもずっと分かんなくて、で、え？みたいな、あ、ありがとうみたいな感じだけど、まあ来てくれてありがとうだからありがとうって言うけど、ずっと分かってなくて、え？みたいな感じだったので。私はレス、なんかうちは持ってて、レスもらったよとか言ってたから、私レスは送ってるんだと思って、でもどの人か分かんなかったんです、ずっと。で、ある日うちは見せてよって言ったんですよ。でうちは見たら、え？みたいな、なんかメガネかけてるかけてないでこんなに雰囲気変わるみたいな感じで、そう、分かんなかったことある。そう、メガネあるなし、結構ねそう、変装になるね、なる人とならない人いると思うけど、そう、めっちゃ、え？みたいな、あの人だった？みたいな、そう、びっくりするしたことがありました。そう、だからメガネ つけるときとつけないときがある方はね、ぜひ報告してね。お疲れ様でした、ありがとう。かけぞうさん、お疲れさま、ありがとうね。え、どんどん寒くなっていって、早いよね、寒くなるスピードが。天使タカさん、ありがとう。公演後にお話し会はやばい、時間夜遅いよ。高圭さん、あのマントの猫ちゃん、ありがとう。ゆきさん、ありがとう。うちは一発、まあ分かりやすい人はね、なんかなんていうの、なんか手作りで作ってくれてる人は覚えられるよ。あ、マスクあるなしだと人物判断、そうそう、それもあった。マスクで眼鏡だったから分かんなかった。コンタクトするのやめとこう。あー、確かに。いや、いろんな、そう、私永遠に続くようにの歌詞で、そう、私の歌ありがなんかいろんな人の生き様を知ってみたいなっていう歌詞なんですよ。生き様を知れましたみたいな歌詞なんです。どんなんだっけな、歌詞も一個も出てこない。ドゥ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 、もう全然違う曲流れる、どうしよう。なんだっけな、歌詞。なんか何も出てこない。
そうで私ぴったりだなと思って、こうアイドルやってなかったら出会えなかったと思うし、出会ってたかもしれないけど、しいろんな人とお話する機会とかがあったからこそいろんな方を知れて、本当になんか自分も人間として成長できたし、すごく楽しかった。これは思い出ですね。アシマンさんありがとう。ゴーゴー。竹松さんなるほどありがとう。ケイスさんありがとう。CD 手元ないっすか？なの？あ、永遠というあなんだっけ。あの永遠より続くようにありますよ。でもダンブールだよ。ケイスさんありがとう。なんかね違うよね。何の曲歌いようやろ。私。ガピさんなるほどありがとう。あと CD をね聞くやつがないよ。そうパソコンは聞けるけどさ、わざわざパソコン出してお CD 聞くほどじゃない。あのアップルミュージックさんがあるんで、私アップルミュージックユーザーなので。アップルミュージックで聞くからな。画像えきれないほどの、あ違うわ、音程が違う。何の曲なんやろ。ドゥドゥ、私ずっと違う曲歌ってるんだよね。なんでだろう。画像えきれないほどの生き様に出会い、これだ。画像えきれないほどの生き様に出会い、ルル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 CD はたくさんあるんだよね、きっとみんなも。でも私嬉しいことが、こう11月1日に STU48 10枚目シングル発売されるんですよ。で毎回 CD いただけるんですよ。で生写真誰かっていうのを楽しみにしてて、そう誰が出るのか楽しみなんです。それに生写真にサインしてもらうのが夢なんですよ。夢というか一やっぱ楽しみなんですよ。シングル発売の今年もギリ間に合う。11月5日必要なので5日間あるし、そう全タイプもらえた。息をする心、鼻だれはねもらえなかったんだよね。でも息をする心は全タイプもらえたから、もらいたい。えでも私選抜入ってないからダメなんかな。 CD も参加してない、何一つ参加してないからもらえないのかな、もしかしてこれ。何一つして参加ね、カップリングとかで参加してたらもらえただろうけど、確かに今どうなんだろう。自分で買って生配信ちょっとやってもらおうかな。もらえなかったらもらえなかったら自分で買って生写真ちょっとサインもらいに行きたい。サインもらえるのいいな。まあまあアイドル特権ですから、皆さんもアイドルになってなればいいですよ。買えばいいよって書かれてる。劇場版なら何枚でもあげるよ。生写真が欲しいよ。 CD が欲しいわけじゃないよ、生写真が欲しいよ。ねえみんな生写真とか開封してるんですか。売上に貢献しないと。でも一応その時メンバーだしな。先生さんありがとう。しかもパネル売られてるんですよ。パネルでパネルで貢献してます。大体コンプしてる。まあそりゃそうだよ、生写真ね。エクシマイさんありがとう。記事版ついてくる生写真でしょ。一箱売れでしょうか。ちょっと一箱ちょっとちょっと薬師丸さんありがとう。たくさん買ってる人とか生写真とか開封するものなんですか。まあ開封はするか、押し面見るため。マイケルさん会ってないんですよ。そろそろ化粧水ありがとう。段ボール欲しがってるしちょうどいい。あそうなの、段ボール欲しいの。今日なんか段ボール欲しい人多いね。
ゆうきさんありがとう。捨てません。いや、やっぱそうなんか。最初の一箱ぐらい開封します。あー、なるほどね。最初の一箱ぐらいでもうほぼね、出るもんね、きっと。その一箱が多いんだろうね。メイさんありがとう。チョリさんありがとう。かわいい。ドゥードゥー。毎回その発売時にこんだけ買いましたっていう人をツイートする人いるよね。タワーができましたみたいな。安否のチキンも発売されるかと思ってたなわけ。私、息をする心の時に絶対最後だなって思ってたんですよ。私なんかやめる気満々とかじゃないんですけど、私は多分卒業するって思ったから、そう、その時に本当に卒業するかどうか聞かれたら、ええー、分からんって思ったけど、自分最後だったかも、自分最後かもって思って書いて、なんか次も選抜でチキやろうねってファンの人に言われて、私多分最後だと思うけどなとかって思ってたんですよ。本当に最後だった。でも私鼻だれでも思ってたんですよ。鼻だれの時は夏、今年の夏が最後だって思ってたんですよ。去年の夏が7位で過ごすのが最後だって思ってたんです。で、鼻だれがすごい伸びたから、そう、今年の夏もしかも選抜として過ごして嬉しかったですね。やたしさんありがとう。その時もっと宣伝してよ。してましたよ。私宣伝しましたよ。あ、私宣伝してるけど、チキ宣伝したよ。メタしたんだけど、ねえねえ、私いつ会ったか覚えてるよ。2月の最初の週の日曜か土曜日、6か5かだったか、8か、8かな、でしょ、8かな、8、あ、平日だ、平日のような気がする。あ、化粧水ありがとう。私めっちゃ覚えてるよ。宣伝したよ。もう少し暑かったら、もう私の最大限のやつでいつも熱を込めて宣伝をしてたから、そんなこと言われるとは思ってないし、そんなこと言ってくるのはなんかそっちが私に興味なかっただけなのに、ちょっと言い訳すげん。絶対そっちがさ興味なかっただけじゃん、私に対して。ヘスさんありがとう。 M ステもね、そう出れたし嬉しい。アンピーさんお化けありがとう。アッキーさんなるほどじゃないよ。歌番組アンピーたくさん見れて嬉しかったね。歌番組たくさん出れて嬉しかったし、やっぱ友達とか家族が報告とか見たよとか言ってくれるのやっぱ嬉しかったですね。化粧水をしたいと思います。もう真っ暗になった。トーモさんありがとう。ルーフさんありがとう。嬉しい。まあ他のメンバーに比べたらどうなのかは知らないけど、自分なりに宣伝は頑張ったと思っていますよ。言っとくけど、やっぱテレビないよな。でもなんかね、私が嫌だったのは、ここはなんかちょっと変えてほしいではないけど、なんかテレビで東京に行くじゃないですか、テレビ。その時になんか瀬戸内の風を吹かせに東京に行っているのにもかかわらず、なんか東京行ってるみたいな、なんか瀬戸内にいないみたいな。で、なんかでな、そうなんかね、SCU あるあるだと思うんですけど、東京とかでの仕事とかとね、なんか瀬戸内じゃないところの、ね、の仕事をしたらとか多かったりしたら言われるわけですよ。なんか瀬戸内では全然しないのにみたいな。そこはじゃああんまりね、私これから STU48 が大きいグループになっていく上でそこはやめた方が絶対いいと思う。
対に絶対それはやめた方がいいと思っている。私はね、食べ物とかも東京から流行ってやってきてるじゃないですか。だからなんだろうな、その意見があまりいい方良くない、良くないと思う。私はそこは変えた方がいいと思う。そう、まあね、そうね瀬戸内とか全然回ってないのは本当にそうだから、ね、そこは回りたいですよね。回りたいよ、回りたかったですね。そう、愛媛とか花だれ愛媛行ってないしね、徳島も行ってないですよね。だから神戸とかもね、都会だからね、割と関西近いしね。でも今回の全国ツアーで結構完売とかめっちゃ出てたし、コンサート、それがすごくなんかチケット売れ行きもすごく良かったから、また今後につながるんじゃないかなって思いました。だから嬉しかったですね。そう、瀬戸内を伝えるためにいろんなとこメンバー行ってるのでね。でもね、なんだかんだね、やっぱ関東の人が多いからね、なんか花だれの時になんか追加のところの直接お話し会が横浜だったんですよ。めっちゃ批判殺到しててびっくりした。だって花だれの時に最初その幕張大阪広島でやったんですよ。だから追加が行ってない横浜だったんですよ。まあ幕張と横浜一緒分類なんかもしれんけど、都会分、東京分類かもしれないけど、そう、と思って、みんなね批判しないでほしいねって思いますね。横浜都会だね、そうだね、都会だよね、いろんなものあるよね、行ったらもう楽しいだろうね。ね、でも最近言っていいのか分かんないけど、たまたまツイート見てめっちゃおもろいと思ったのは、ね、なんか打ち上げ祭の感想が、なんか全く上がってないみたいな、上がってないのはむしろ打ち上げ祭良かったってことなんかなみたいな、なんかのニュアンスでしか覚えてないんだけど書かれてて、めっちゃおもろいと思って、なんか多分面白くなかったり企画が良くなかったら批判良くなかったとか多分すぐね出るんですよ。でも良かったってあんまり書かれない、良かったともなんか言わないじゃん。だから良かった、いい企画、なんて言ったらいいんだろう、その人のツイート見てほしいわ。その人のツイート見てほしい。なんて書いてたか思い出せないけど、そう、面白いと思った、確かにと思った。だからもっとね、配信がなかったら控えてるとかじゃないと思う、絶対違うと思う。ポジティブだねじゃなくて、そうじゃなくて、めっちゃ今濁して私言ってるからちょっと使わないけど、そう、満足度が高くて不満なところが多かったから SNS も書くことがなかったみたいな、なんて言ったらいいの、いいことは書かない、書かないっていうか、なんて言うの、なんて言ったらいいの、言いたいことわかる、ありがとう。だからちょっとね、ちょっとなんだろう、悪かったらさ、ここがなねみたいなあるだろうけど、良かったから逆にそういう何もみんな書いてないからいい企画だったんだねみたいなっていうツイート、なんだっけな、ニュアンスしか覚えてないんだよね。でもすごい嬉しいような、なんていうような、
各原動力になるから不満は各原動力になるから、でもね不満書いた方がねストレス発散、ストレス発散、ストレス発散なんか分からんけど、まあね、いいこともね書いてくれたら嬉しいよね。実際めっちゃ楽しめた、よかった、嬉しい、それはよかった。そう、楽しかったことをね書いてほしいね。めっちゃ楽しかったっていうのを今後とも今後載せていただきたいねで、そう、メンバーの打ち上げが微笑ましかった、あーやってることがありがとう。ビンゴ当てたかった、うーん、うん、でもいい席が当たるんだよ、次いい席当たるよ、おめでとう。かわいいアナちゃん撮れたありがとう。おつにゃんありがとう。ビンゴせめてリーチになりたかった、それな、ビーチになりたかった。でも私もともと自分のやつをリコチとこう、なんかリコチと席変わってて、たまった、あのちょっと移動なんかね、 なんだろうなんか前出て後ろ行っての時に変わっちゃってて、でリコチがリーチしてたんです。もしこれビンゴになったら、私本当はビンゴになってたんかってなるやと思ってたら、リーチで終わっちゃった、終わっちゃってて、なんか悲しいような嬉しいようなそうリコチとも話した、これもともとアンナのだったから交換するって言ってくれたんですよ、リーチになった時に。でいやいやっていいよいいよって言ったんや、全然いいよって言ったけど、でも3000円ってでかいじゃん。でも当たらんかった、どっちもどっちも当たらんかった。なあともさんありがとう。 iPhone のズーム機能、いやそのために iPhone 機種変遷かせんといかんがったね。リーチの人の壁でどんどんメンバー見えなくなったそっかそっか、リーチまで持ってった、すごい。ちらほらみんながね、でも最初らへん立ってた人は当たってなかったね、悲しいね。でもビンゴを当てたいね、いつかなんかビンゴの企画ちょっといっぱいいろんなところでやっててほしい、私出没したい、みんな言ってください、ここのスーパーでビンゴ大会あるよとか言ってほしい、私行く、なんか当てたいから。ビンゴ大会でどこでやっとん、どこでやっとんどこでやっとんも変やけど、いやほんまにいつか当てたい、ビンゴ大会でいつか当てたりとか、くじでさ当てたりとかしたくない、かやりたいんだけど、なんかちょっと前にちょっともう時効だと思うんですけど、愛媛のイベントをあまりあの表方ではない、なんて言ったらいいの、お仕事では行ってるんですけどファンの方向けじゃなくて、その会社内のイベントみたいなのに、その愛媛のイベント出させていただいたんですけど、そこでなんかそうなんかビンゴじゃないけどなんか大会があったんですよ、くじ引きみたいな、で名前カード引いてその番号が書かれてる人が当選みたいなっていうのがあって、私たちはやってないんですけど、もう景品がめっちゃ良くて、スイッチもあった、スイッチのライトと、あスイッチのライトとスイッチの普通のめっちゃあの一番上のやつとか、テレビもあったし、あの掃除機もあったし、もうめっちゃいっぱいあった企画が、そういい会社、そういい多分めっちゃ大きい会社なんですけど、そうそうそう参加させていただいて、そうそうやりたいって思ったもん、スイッチ、しかもスイッチとかになった瞬間、子供がうわーみたいな感じで叫び出して、でもね、だいたいスイッチって大人当たってるよね、謎に。俺が社長やったらシティを呼ぶわ、あーよろしく。でも今後はちょっとシティ呼んでも呼ぶのと、川端アンナも呼んでください、一般枠でお願いします、川端アンナ呼んでください、ビンゴ大会するときは川端アンナ呼んでください、お願いします。で景品の中身スイッチ入れといてください、お願いします
そう、素敵な会社だよね。しかもいろんな食べ物もめっちゃ出てて、食べ物もめっちゃ出てたし、すごい大きいところ。一応会社の親族の方とか来られるらしいんですけど、そうメンバーの家族も来ていいよって言ってくださって、そうおじいちゃんおばあちゃんが愛媛住んでる来てくれました。東京特許区局長さん、なるほど、ありがとう。あ、OK、ありがとう。安否のお仕事の連絡どこにしたら。確かに、まあ STU に言えばさ、まあ、どうにかこうにか伝わるんじゃない。あんな、家族で参加できる感じが、それは大企業っぽいね。そう、大企業だと思う。明日やるの、ビンゴ大会。明日やってくれるの、ありがとう。持ってるスイッチライトのみです。やっぱライト以外、ライト以外っていうか、あのやっぱね、スイッチが欲しい。スイッチ、テレビにつなげれるやつ。実家帰るからさ、おっきいテレビになれる、あるじゃん。だからつなげたら最高だなって思ったんですよ。でも最近やっぱり欲しいなって思ってきた、コントローラーか。コントローラーも入れといて。個人ファンクラブで呼びそうです。どういうこと。シングさん、ありがとう。文字が読めない。ちっちゃい。そう、プロコン、プロコンやっぱ欲しいなって思う。卒業の記念で自分で買おうかな。卒業おめでとうアンナーで買おうかな。買おう買おう。アンピーズビンゴ大会したら来てくれる。いや、もう中身はさ、もちろん私が欲しいものいっぱい並んでるよね。で、忖度あるよねこれ。忖度あるよね。アンピーズビンゴ大会は期待だね、これは超期待。私に優しい世界だよねきっと。ビンゴって忖度できるんか。うん、しれっとね、台紙を交換してくれる。これあとここ開いたらリーチになるから持っときな。あ、ちょっとこれ当たったから、あ、自分が当たった風にいきなみたいな。そう言ってもらいます。煙また作って景品に。あー、作ります。どうやって作るのかな。もうぐちゃぐちゃになっちゃうかも。結構割と手伝って教えてもらったりしてから。ずるよくない。安否当たるまでみんな言わなければいいよ。あ、確かに、みんな確かにそうじゃん。確かに一番最初に当たった人がスイッチとかだったらみんな言わなきゃいいじゃん。ジャイアン、超ジャイアンじゃない。私がジャイアンアンナでお願いします。しおりさん、なるほど、ありがとう。なるほど、覚えといて。ジャイアンいた。損得ビンゴ楽しいんかな。楽しいんかな。結婚式のビンゴとかも譲ったり損得したりします。あ、そうなんですか、知らなかった。でも私これから多分結婚式出れる、出れるというか呼ばれたりすることもあるんですかね。これまだまだですけど、まだこれからでもないか。まだ今21歳の年なんですけど、2、3年後とかは増えるんですかね。2、3年後に経ったら、この2年間にいそうな気がしないけど、いないから、それ以降とかね、5年後とか6年後とか、25、30までが多い。確かに、そこでどこかでビンゴ大会当てたいですので、結婚式呼んでほしい、友達に言っとこう。あとね、 STU メンバーもね、卒業してもし結婚するってなったら呼んでほしいって話はしましたね。みんなで話したことある、みんな呼んでねみたいな。ご祝儀時刻が、まあまあまあ確かに。でも全然ビンゴ当てたいから行きたい。どう、ビンゴやりたい。愛してます、ありがとう。みーくん愛してます、ありがとうございます。ハリングさん、ありがとう。信長さん、ありがとう。
僕はいつでもいいですよ。修行公園でビンゴ大会やる？え、私参加型でいいんだよねこれ。参加型だよねこれ。いや、卒業の卒業のなんか委員の人を考えていくでください。そう、ちょっと待ったって言ってみんな終電で帰れなくなるビンゴ大会やりましょう。終電で帰ろうと思ってた人泣きですね。泣き泣き。私は佐竹さんみたいに回す役？あー、あれをね回してくれるの？ありがとう、嬉しい嬉しい。卒業員さん安否景品用意する側でもいいよ。確かに全然何でもサインしますよ。私物サインでもいいですよ。やりたいね。え、私物サインやりたい。卒業公演最後に私物サインをかけたじゃんけんとかやりたい。じゃんけんはねズル結構割とできるか。アスパルさんありがとう。ピクミン卒業公演忖度ビンゴ大会やばい。卒業公演昼のうちにやってもらえると助かります。ごめんなさい違います。絶対に違います。安否の何か私物プレゼントでも、私物あげれるもんない。マジあげたくない。私物あげれるもんないんですよ。あげたくないんですよ、これ私のだから。ごめんね、一人っ子なの私。一人っ子だからあげられないの何もかも。本当にクラス一体もあげれないもんこれ。ガチで欲しいですって、ちっちゃい子に欲しいですって言われても結構割と渋るかも。そう、ちっちゃい子のレベルによるよ。マジでさ、親族のちっちゃい子だったらあげるよ。けど親族じゃない、ち1ミリもつながってない子にはあげれないかもしれない。いや、わかんない、情が湧いたらあげれると思う。情が湧かないとちょっとファンの人にはあげれないです。このクラスは自分でなんか買ったやつでもあげれない。修学公演の日は配信あるだろうか、泊まってしっかり見る予定。修学公演来ないの？使用時間オーバーしてしまう。確かに、ゆばりさんありがとう。ビンゴ当たったマイクでアンビの卒業中止お願いするつもりだった？それはね、ないんよ、その制度ないんよ。ザイアンナ断捨離してください。うるせえ。そう、親族じゃない大きなお友達にあげれない。ポケモンカードだったら、うん、クワス、なんかポケモンカードは割とプレゼントでいただいてるからあげれないね。あげたいとかの問題じゃなくて、なんかいただいたものはあげれんくない？私物サインならチャリティーオークション。チャリティーオークションって何ですか？チャリティー募金どういうことだ、教えてほしい。昔作った怠け者のぬいぐるみ、今ここにない、もう実家帰っちゃった。しかもあげれない、私あれ捨てられないしあげられない人に。卒業公演見に行くか、広島と村、あ、そういう方。卒業公演の次の日休みだったらいいのに。うん、チョリさんありがとう。一番最初ビンゴになった人、安否が欲しいものをあげる。安否が欲しいものを買わなきゃいけないビンゴは怖いね、それ怖いわ。みんな震えながらめくるだろうね。ピクミンを一体ください。ピクミン あのカセット買ったら、ピクミン100体200体300体いっぱいピクミン、ピクミン仲間連れられるよ。確かに。すごい、いちこちゃんゲームするんだ、知らんかった。卒業公演の席でわざとスイッチ忘れて帰る。箱入れといて、新品で、新品の箱置いといてね。やばい、わざと
絶対わざと。で私がすぐ見てきて、あ私なんかあそこに置いちゃったわみたいな絶対ないのに、あ私あそこスイッチ置いたままだった忘れてたみたいな、こうやって持って帰るやだやばすぎる、しらじらしいよね。あ私ずっとあそこにスイッチ今日買ったんだけど置いてたんだった忘れてたって席スイッチだらけ、それはそれで大変だ。いちごちゃんの家お風呂大きな温泉で泳げる、えどういうことですか、どういうこと。なんか3期生さちょっとイレギュラーの子多すぎてさビビってんだよね私。なんかそう聞いた話がちょっとうんみたいな、えみたいな、こう多くて本当に多くてえみたいな、ほんまに。あーチャリティーオークション一番高い値段を提示した人が買える、売り上げは寄付する。あーそうなんだ、寄付するんだ。どこに寄付したらいいかな、なんだっけ、ユニセフかな。演技力大事だね、何台もなんかリハの時にあそこの席にスイッチ置き忘れてたって言えばいいはずやばい、リハの時なんで置いとんってなるね。各地から来てるからね、各地から来てるからっていう問題なんかね。例えばでも壁島ちゃんとか聞いた話すごくねお嬢様な感じがしますよ。秘宝安否3期生に言えるやめてよ。麻婆さんありがとうありがとうありがとう、ルビー奪ったるんありがとうございます。個性が強い子が多いってことやね。あそれもそうなんですけど、そうじゃなくてなんか実家エピソードが強いメンバーが多い。このさっきも泳げるぐらいの、お風呂が泳げるぐらいとかもそうだし、なんか大きい池があるとか、なんかあれみたいな、ちょっと違うみたいななんて言ったらいいの、そのなんていうの、ちょっとお金持ちみたいな子が多い気がします。ありがたわ。ディズニーはロスに行くって言ってた、ロサンゼルスですか。麻婆さんたわありがとう、またしますね俺、ありがとうございます。そうお嬢様がいる、レビチ お誕生日カウントダウン配信します、うん見に来てね11月3日夜から。そう普通に言うんだよしかも、で私なんかそうなんとかねみたいな、でええちょっと待ってみたいなそう壁島ちゃんがねお嬢様っていうのはこう結構みんなおーって聞いてる感じ、王手になってるじゃないですか。そうでも普通に言ってないだけで、それが普通だと思ってるのか知らないけど、そうえみたいな、えあ大きいんですよ部屋がいっぱいあってみたいな聞いて、えみたいな、でそれファンの人に言ってるって言ったら、え言ってないですよみたいな、え絶対言った方がいいよって言った私がでも言わないのかな、だって面白いじゃんそんな話だってなんか鯉を飼ってたみたいな池で、えみたいな、すごない妖怪ウォッチに出てくるやつやんと思ってなんか妖怪ウォッチにあったんですよそういうところが。アンピプール持ってないですバンちゃんありがとう。アーナの家の庭にはコイキングがいるのでは、私にはねコイキングじゃないけどねポッポぐらいいるかも30日の分マンボーさんありがとう、ありがとう30日の分ありがとう。ねえシミサラの家も大きいって聞いたことある、なんか配信とか見てて
あれ広いねってなるよね。と、なんかなんかなんか音のさ部屋みたいなのがあって、あすごってなった。トラさんなるほど、あるありがとう。タピさんありがとう。ネアピもそんな感じある。あでもお洋服からしてお嬢様な感じはあるよね。ネアピの家事情を聞いたことないからちょっと調べてみますね。アンピ家にサウナ作らん作らん。そうでも私は一人っ子だから、うん、なっちゃん実家の庭が広いと聞いた。へえ。あんまり実家エピソードをね、ファンの方がね、ファンの人の方がね結構実家エピソード知ってると思うから詳しいよね。家の中心に木があるしみさらの家、ああそういう家あるよね。私友達、バレエの教室の友達の家がそうだった。家の真ん中が庭があってそこに木生えとった。すごいよね。アンペの家た今ねタワマン住んでるよ。今タワマン住んどったらタワマン住みたいなんて言わんやろ絶対。アンペの竜宮城でしょ。パパが海側助けて連れてかれて、私よ海すごい苦手なんだけど。一度くるくるチリパ出た時に披露したエピソードに佐竹さんとくるくる驚いてた。のあぴちゃんの、え気になる。え壁島ちゃん軽井沢別荘ありそう、わかる、言いたいことわかるよ。ありそうよね、ありそう。しかもそれが別にすごいすごいとか何も思ってないから、今わざわざ言わないんですよ。でなんかの話した時にえみんな持ってないみたいなってなりそうなぐらい。チェリーさんありがとう。えタワー全然気づかなかった、探偵タワー来てた。マーボーさんありがとう、ありがとうございます。マーボーさん、クマさんありがとう。これは何日の分なの、ありがとうね。あ、スクショするのを忘れないようにしないと。ありがとう。また9月1日にいただいた様の方とご一緒にお礼するので待っててください。ありがとう、感謝。1日分覚えとくね。ありがとう、30と1日、ありがとうございます。ありがとう。お仕事頑張って、ランキング見に行ってね、ついでに見に行ってね。ありがとうございます。アンピオツオツオツ、お疲れ様です。あで私今日の話したいんですよ。私今日ハマったものがあって、昨日本当は実家に帰る予定だったんですよ。昨日で帰れなくて、だからママに明日はじゃあなんかいい、なんか美味しいもの食べたりいいことしなってママに言われたんです。だから私絶対フーバーしようと思って、何食べようかなってずっと考えてて、で私ずっと最近アサイボールずっと食べたくて、前エッグドシンクで初めてアサイボール食べたんですけど、自分好きな味だったんですよ。で最近いろんなところで、そう私中町あやさんの YouTube めっちゃ見るんです。それで私ロサンゼルスいいなって思ったんですよ。仕事頑張って応援してます、会うために頑張って。エクスン、エクスンって読むんか、エクスンシンクス、シンクス。そうで初めてアサイボール食べたんで食べていったんですけど、そうでずっとで、そうすごい好きらしいって言ってて、
投げ逃げいやいやいや、ありがとう。19時半から、あ、30日いやいや、ありがとう。小木材さん、ありがとう。ゲートパークにできたやつ、そうそう、ハワイのお店、そう、朝行って美味しい、私は好きです。なんかね、人によるみたいなのはめっちゃ見るけど、私は全然好き。おつにゃん、おつにゃん、タコありがとう。そうけど、そうで、ずなんかあんまり広島ないんですよ、お店で一人で入るのはなって思って、なんか2つぐらい、3つか2つあるんですよ。で一人で入るの無理で、だからやっぱなと思って、コシさんありがとう。ウーバーしようと思ってウーバーして食べたんですよ。でもすごい美味しくてハマっちゃって、あ、朝というか、私今日10時に起きて11時半ぐらいに食べたんですよ、アサイボールで。その後自主練して、そう、またアサイボール食べたくなってで、作り方調べたら、あの、何でしたっけ、あのさ、あの、昼い夜いってそういうこと何のことやろうと思ってたら朝か昼か夜か昼いだったね、確かに昼いしちゃった。調べたらなんか浅いっていうやつをなんか買ってみたいなだったんですよ。だから作れるじゃんってなって、なんだっけ、カルディに売ってるらしくて、カルディに行って買いに行って、自分で作って、アサイボール自分で作って夜食べました夜ご飯アサイボール、朝昼兼用でアサイボールで、今私のお腹の中身はアサイボールでしかないです美味しい、私めっちゃ好きですよ、食べてほしい。アサイボール自分で作れるんです。そうなんですよ、高いんご、うん、高いん、美容にいいらしいね。そう、別にダイエット食品とかではないらしいから、そこは気をつけないといけないなって思うけど、そう、アサピどんな味、まあ、ブルーベリーみたいな感じじゃない、うん、何の味なんだろう、でもブルーベリーみたいなね。スーパーフードってやつなんかな、分からんけど、夏にぴったり、夏とかは絶対良かったなって思う。まあまだちょっと暑いからいいけど、広島カルディあるよカルディは全国にあるんじゃない、知らんけど、ちょっと酸っぱめ、確かに。よしか、うーん、そう、浅いで今ハマってます明日の朝もアサイボール食べる予定ですやばいよね、ハマったらすぐ永遠と食べる人、私で、私ライキンの広告見に行きたいんですよ。だからその時に、そう、東京のね、アサイボール食べたいんですよね。作ったら写真送ってね。あ、今日も作ってるから写真送りたいけど、なんか恥ずかしいじゃん、なんか見せるの恥ずかしくて送らなかった。送るね。でもなんか量の調節が分かんなくて、ちょっとめっちゃ多く作っちゃったの夜だから、ちょっと量の調節をうまくもうちょっとしたいなって思った。5月増えた、いつから増えたかは分からないけど、増えたのか減ったのか、減ってはないか。そうで、ね、大阪にもアサイボールのお店あるんですよ。マジで買いたいもん。なんか私の理想はユニバーサルシティにアサイボールのお店が出てできてほしいやばくない、アサイボールのお店で来て、だから年パスだから写真出れるんですよ、ユニバ。そう、出て食べに行きたい。アンピの写真見て作ってみる。でもね、レシピ調べた方が絶対いいよ現実現実。柴さんありがとう。
ユニバの行く前食べたい。行く前空いてなくない？ユニバの、あ、行く前た何時に開くか知らんけど、ユニバから帰る時もよ、ちょっと遅すぎるから、だからちょっと無理だよね。アンペ開けるまで食べる派。え、タワーありがとう。ずっとアンピオシさん、アッキーさんありがとう。ずっとアンピオシありがとう、ありがとうございます。またちょっと後日お礼しますね。ちょっと10月2日の方のやつがまだ名前だけ書いてるんですけど、ちょっと絵が描けてなくて。そうなんですよ、昨日の夜頑張って描いたんですよ。昨日の夜私スズメの戸締まり見るって言ってたじゃないですか。こう見ながら描くのはよくよろしくないと思って見ずに描いたら、もう限界が来て眠さの。そう、10月1日で終えてしまいました、すいません。今日10月2日の方をやり、あと今日が10月4日か。わあ、1ヶ月後誕生日です。私1ヶ月後誕生日おめでとう。タワーだねこれ知らんけどそう、そう1ヶ月後誕生日なんです。おめでとう、ありがとうございます。1ヶ月後誕生日のカムタンナです。よろしくお願いします。明日は1ヶ月後卒業するカムタンナでお届けしますね。あ、21歳おめでとう。ちょっと早いなちょっと早い、それは早いけど21歳になるんですよ。早いもので、早いのか遅いのか分かんないですけど、1ヶ月後おめでとう。 ありがとう。生誕祭ないですよ。でも生誕祭、みんなさ生誕祭ないのって言われるけどさ、卒業公演と生誕祭同じよ、同じようなものさあ、なんか切なく終わるか明るく終わるかぐらいだいぶ違うだいぶ違うね。でも私11月4日はお家でね生誕祭するので、配信で生誕祭するのでぜひ見に来てください。毎日お礼、お祝いに来てくれるのありがとう。二十歳おめでとう。あ、今二十歳、ありがとう。80年と101歳なの、やば。ヒルセータ夜卒業公演でいいと思う。いや違うんですよ、言っとくから、もう違うっていうとこね。しかもね、多分ね気まずいから、そういうの多分今言っとって本当に出た時に気まずくなっちゃうから、そう違うって言っとくね。AKB48 ではステータも、 STU48 はまた違いますから、 AKB48 さんと一緒のことはできないし、 AKB さん劇場公演持ってるけど STU は劇場公演持ってないから比べられても困るなって思います。おうち生誕祭にすると決まった。あ、なんか披露するつもりはないです別になんか披露するつもりはなかったです。21歳の抱負行った時に卒業会を突っ込みたい前に誕生日になったら嬉しいね。キョリさんファイトありがとう。二十歳のうちにしておきたいことは、え、ないです。沢木さん結婚してありがとう。最後の答え同じ内容になっちゃう。まあね、そうね、昔ビンゴ大会する、え、したい、ガチでしたい。ビンゴ大会、ビンゴ大会したい。どこでやるのかな。さあどこでしょう。私は知ってるんですよ、知ってるから言うね、知ってるんですよ知ってはいるんですけど、広島ですよ。広島なので11月3日、そのまま11月5日までいてくれたらいいなと思います。そう、私、そう、私それも知ってます。誕生日に日付変わる瞬間ジャンプする予定はないです。地に足をつけてソファーに腰をかけておきたいと思います。高松可能性ないって今言ったよね、聞いてた話。もう今めっちゃわかりやすくさ、広島であるよ、だから3日泊まって
3日でその後5日まで広島って言ったよね。まあ言ったよね。まあ4日みんなお話し会あるんだろうけど、みんなお話し会あるんだろうけど、アッペの希望が叶ったのかな。何の希望だろう。よもつくさんありがとう。会場に関しては何も要望は言ってない。まあね、そう、広島って言ってるだけで尾道かもしれない、福山かもしれないんですけど、初福山での公演になるかもしれない。それはちょっと、まあ、その可能性もあるからちょっとごめんなさいって言っとくね。なんか広島市内を期待されている方もいらっしゃると思うんですけど、そういろんな県、いろんなところに行ってみたいっていう気持ちで、そう、広島市とは言ってないのでちょっと本当に分かんない、尾道でするかもしれない。そう、尾道堪能したいから。可能性はね、ある、ある、ある、十分にあり得る。一回帰って仕事してまた行きます。マジ？ありがとう。広島市内で確実じゃないですよ、全然。確実じゃないです、残念。全然尾道でもあるし、福山の可能性もある。ビッグロードかもしれん。広っ。宮島で公演どこでしよう。鳥居の前でしたら怒られるかな。いや、宮島めっちゃ良くない？宮島で公演めっちゃいいじゃん。どこでなんか公演できる場所があるのか知らないけど、神社の舞台でガチで怒られそう。ガチで結構割とやばいね。なんか夏好きとかも歌うのさすがに恥ずかしいかも。夏の好きはご用心とか神社の前でできないもん。まださ暗闇とかさ、いいじゃん。でもさ、神様がいるんだっけ神社って。誰がいるのかちょっと分かんないけどさ、やばくない？夏の好きご用心歌ってるとバカっぽいよ。さすがにやばいわそれは。着替えは確かにテントでやらないと。ユニバ貸し切り？ああ、誰かしてよユニバ貸し切り。コールも控えめになるよね。言えないよね、なんか結婚しようぜみたいな言えないよね。そうですか、いいあんなとか言えない。五重の塔ならできそう。のぶつくさんありがとう。リスありがとう。なるほど、植物。神社でガチ恋行ったら実質結婚。確かにもう結婚だわ。確かにおもろい。道潮で終了ドライブ。あ、潮が上がってきたんだ、終わりますみたいな。やばい。そうなんだ。意外と神社でライブされとんじゃない。歌う曲はね、でもちょっとなんかドキドキしちゃうね。春夏秋冬とかいい曲だ。いい曲、全部いい曲だけどさ、なんかさ、わかる？最初のブロックは多分許してもらえるの。ユニットブロックよね。夏好きは許してもらえない、多分。なんか夏の好きはご用心とか言うなーって言われるかも。そう、ちょっと合わないかも神様に。ハリンゴさんありがとう。いや意外と好きかも、そういう系好きかもよ。だからそういう系っぽくないからこそ好きなんかもしれん。聞きなじみのない曲かもしれん。富士山でやる？ちょっと酸素薄いからしんどいかも。酸素薄いでしょ絶対。ちょっとそれはきついかも。酸素大事だから。
ドドドドドド。揚げもじも食べれますよ。確かにね。本通りでする卒業公演なのに。よくない。ちょっと涙出てこないわそれは。人の目気にして涙出てこない。乾パンでライブいいね。それはエモ。一番長く放送してる日本アニメってなんだ。サザエさんがちびまる子ちゃん。違うかな。なんだろう。嫉妬される。あー、マジレするとおもろい。マジレするなよそれ。大好きですと。うん、あちっさんありがとう。答えを言ってくれるのかな。これはもしかして答え言ってもらえるよね。平和公園広くて良さそう。うん、アリスガーデンってどこ。神様ありがとう。今日天使の日だからね。天使の日ですからね今日は。結局アニメなんなん。これ答え言わずにどっか行くやつ。オリジナルタワーの上ね、斜めってるんだよね。マイエンジェルアンピーありがとう。スタジアムひど。でもねあれ楽しかった。なんだっけなんだっけあれ、名前はなんだっけ。あのさ、エディオンスタジアムだっけ、名前忘れちゃったけど、サッカーのスタジオ。日曜夕方6時30分でサザエさんですか。あそこでやったイベントなんだっけ。今年5月ぐらいにやったやつなんだっけ。こんばんは。未来バトンありがとう。ドローンのやつ、そうそうそう。未来バトンすごいね。すごかったよね。ドローンショーマジすごかった。思い出マジで楽しかった。ドローンショーめっちゃすごかったない。未来バトンもね、なんかすごい大きい会場ですごかった。びっくりした。ねえすごかったね。サザエさんか。当たった。やった。黄色黄色で応援した。そう、その時私ペンライト迷ってて、そう見つけたよ。これこの意見って覚えてくださってますかね。なんか一応見てるかもしれないから。私卒業公演があったら、あったら、まあ高校さんポチの曲があるんですけど、そこは黄色黄色にしてほしいです。別に、難しいんかな。なんか、もうなんかこんなこと言うのも変ですけど、いつもだいたい最初ペンライトを揃えられてて、最初の曲でで2番からなんか解除されるか、2曲目から解除されるじゃないですか。でも別に私鼻だれは、鼻だれって言ってた。1曲目は別にそれ揃ってても綺麗だけど、2曲目、確かにオリコペンライト、オリコペンライト持ってる人入ってるから黄色黄色できない。ウケる。
ウキウキはできないの。ウケるね。オリコペンライト、オリコペンライト点灯っていうのはどっかに作っていただいて全然いいんですけど、私暗闇田中高校さんポジションやってます。よろしくお願いします。普通のペンライト持ってて4本持ちでね、ちょっとよろしくお願いします。お願いします。暗闇田中高校さんポジションでやらせていただいてます。お願いします。ここだけ言っとくね。花火さん、レンボースター、ありがとう、かけじゅう。わーん、ありがとう。あ、ありがとう、黄色ライペンライト。嬉しい、ありがとう。ありがとう。あ、10月8日とかの話じゃないですよ、これは。10兆円で、なんかあるじゃないですか。ちょっとしてくださったら嬉しいなって、ずうずうしいお願いです。ずうずうしいけど、お話し会とかもないのでお伝えする機会がないんですけど、会場で売ってほしいね、オリコペンライト。マジでそれな、聞いてみよう。私なんかね、一回言ったんですよ、直接販売やりたいっていうのを言ったんですよ。で調節するねと言われたけど、そのまま終わっちゃったから、どうなんじゃろ、聞いてみますね。なるかもしれん。売れ行きが良くなかったからないのかも。伸びしろしかないですけどね。オリコちゃん2本しかないから黄色作れないよ。普通のペンライト持ってきたらいいやん。いつもの P は P 持ってきたらいいじゃん。昨日の誕生日だったので、ツアー千秋楽10枚目初披露と練り歩き、最高のプレゼントだったよ。おめでとう。実は変えてないので。なんで、なんで完売じゃなくて受注販売でした。受注販売をしました。完売とかあったらね、もっとね、ずっと毎日見て完売まであと何本って言ってたわ。当日売ってあるといいな。なんで今持ってないん。あ、でも買ってたよね。買ってないんですっけ。安否の手売りなら売れそう。手売りじゃなかったら売れないっていうことですか。まあ、やばい、ヒス構文作れちゃう。最近 TikTok で流行ってるんですよ、ヒス構文っていう。ヒステリックな構文っていう意味なんですけど、ヒス構文私結構得意だと思う、これ。持ち合わせてないもので。え、そうなの、買ってないの。なんで、なんで、なんで、なんで。だって私のオリコちゃんペンライト持ってない人は一応卒業公演は入れないよっていう話はしたと思うんですけど、したと思うんですけど、なぜですか。ツアーグッズ販売でアップのアクセス買って、ありがとう。当日手売りサイン入りなら買うよ。サイン入り、なんで、なんで、サイン入りないです。サイン入れないです。そんな規則ありますよ。ありますよ、ありますよ。一本しか買わなかったの後悔。でもね、同じ色しか光らないから一本でいいよ。中公園暗闇黄色黄色でもいいの。でもいいけど自分だと思わないからさ。そう、自分のって思わないのよ。これがまたなんかさ、今日は黄色黄色で行くねとか言われたらわかるけど、じゃなかったら全然わからないから。そう、黄色を見つけようって思ってないから、今まで自分のペンライトカラーを見つける意識でしか持ってないから、そう。そう、花だれで、花だれとかでチロチロ見てるけど、暗闇ぐらいではっきりとみんなの場所を覚えるんですよ。覚えるというか、ここにいるんだなっていうのを見るんですよ。暗闇はあんま 見えないんですよ。なんか見えないっていうか、なんかキッっていう感じで
なんか踊りもドゥン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 みたいな感じだからあんまり見えなくて、暗闇はこことかでめっちゃ見えるんですよ。だからそう、公園行けなくてもいいと思ってたんだあ、ごめんね、そんなことないけどさ、動揺して打ちまくりまあね、普通に私のペンライトにするのが無難ですよ。普通に普通の10月8日の公演とかはね。ただね、最後みたいなって言っただけで。実物見たらアンピのサイレンめっちゃ可愛かった。意外と持ってない人多そうだからアメリカン出してみようかなダメ絶対ダメ絶対、こういうこと発言しちゃうとさ、違う人がさメルカリ出してるのにさ疑われちゃうだから言ったら絶対しないよね。電池交換大事。目立つかも。でもね、なんだかんだ自分の色見つけるのが一番ね早いんよ。目立つ色ではないけど、やっぱね、オレンジとか赤とかね、めっちゃ目立つ。超わかりやすい。水色マジ見えにくい。白っぽく見えるし、ちょっと。グーでパンチして。まあ、これでパンチしたら私、訴訟されるかもしれない。で、言ってない。こう、証拠がないって言われて。パンチした時はさ、こう、ちょっとさ、青タンになっ、青タンくらいまで強くやるのやばいね。強くやるのやばいけど、私水色見えにくいから青にしようかなとか思ったりします。そしたらね、人違う人のペンライトになるから困惑しちゃうかも。いた、わ、ほら悪いよね、超悪い、超これ悪くない？ちょっとグーでパンチしていたっていうのマジで悪いよね。マジで悪いわ。見つけてにくい？見つけにくい？ガピーさん、なるほど、ありがとう。おいこちゃんのペンライト水色マシャキしてる方いた。すごいよね。もったいなく使えない、使って VR 判定それだけ残るの悲しいね。声残んない、楽しい。浅いボールカラー、確かに、確かになんか分からん。浅いボールカラーなんかな、違うか、分からんけどあ、タワーの俺するって言ったんだ。え、これいるのかな、人集まってんのかな。10月1日分のタワーのお礼をしたいと思います。これじゃあかさ、本当に人見てるかマジ分かんないからさ、ちょっと最近言い過ぎてると思うけど、こう本当に見てるか分からないからさ、どうなんだろう。今体感30人見てる気持ち、意外と多いね、今日多いわ、30人今日30人見てる気持ち。誕生日なの今日ってことは、あ、そうだよね、なんか言ってたじゃん、1ヶ月おめでとう。タブレットは、タブレット、あー、そこの机に置いてきちゃった、弾きたかったのに。見てるよ。なんでコメントせんかったん、しとった、もしかして。私さ、なんかコメントしとったのにさ、え、おったみたいなこと言ってしまうことがあって、マジ申し訳ない、そんなつもりはなかった。ピアノええよって言われたから持ってきたのに、持ってきたのに、私の下手なピアノは聞きたくない、耳障りなんて、耳が腐るからやめてくれって言われました。うん、せっかく私取りに行って行きたいな、お祝いしたいな、やっぱ1年に1回の素敵な時だからしてあげたいなって思ったのに
慣れたよ。何が最悪、もう慣れたって耳障りの音楽は。大反省な。カビアテさんありがとう。100人ぐらいいるかな。よし、引くんだ。泣かしちゃった、抜かされちゃった。はい、謝ってって言われてる。生きの方。よし、じゃあ披露したいと思います。よし、いきます。あれ、音が出ない。なんで、あ、出ました。ありがとうございます。テイシングさん、かわいい、ありがとう。ちなみに最近弾いてないけど難しい方もある。これ難しい方でも手が死んじゃうの。手死んじゃう。これ和音難しい。違う曲も弾こう。歌うのお礼するんだよ。私歌うのお礼はするんだけど、ちょっと待って、ちょっと弾きたいから。安否のいない季節。そう、そのためにみんながね、クリスマス思い出してもらえるように弾いた。ラウさん、パチパチありがとう。お、ちょうどいい。ドラップさん、うさぎターンありがとうございます。たくさん会えて嬉しかったです。10月あ9月たくさんありがとう。打ち上げ1列目嬉しかったです。10月も会おうね。10月1日ありがとうございました。ドラップさんの似顔絵です。なんか似て、絶対似てるよこれ。みんなやめてよ。この人がいてさ、うわこの人タラップさんだって言ってさ、声かけるのやめてよ。これ結構本人どう似てると思うんだけど。似てます。アンナ認定、認定。これタラップさんありがとう。髪が違うような。いや髪これだよ。髪これだよ。髪これです。そっくり度はこれは 89% ぐらい。はい、わかりました。はい、わかりました。ありがとう、わかってくれてありがとう。特定して見比べたい。いや特定するも何もね、特定できたら似てるんよもはや。そう似てます。次、山田太郎さん、米だらタワーありがとうございます。
たくさん会いに来てくれてありがとう。ツアーたくさん会えて嬉しかったです。山よりも私を選んでくれて嬉しい。今日教えてくれた食べ物も美味しそうで、なんかお皿みたいなウニウニしとったやつすごかった。ありがとう。これ太郎さん、これ似てる認定は60度、 60%、 60点です。これは60点。太郎さんのはちょっと似てない。何が似てないのかがわからないけど、こうちゃんと優しそうな感じをがあるじゃん。そんな感じをね出したかったのけど、なんか正雄くんなんかちょっと違うんだよな。何が違うかがわからないの。何が違うかがわからないの。でも40点足りないのはなんかなんだろうな、ただ優しそうな感じになってしまったじゃないんだよ。太郎さんはもっとなんか優しそうで、もっとなんか深そうな感じがあるんですよ。これ軽そうじゃん。なんかその体重がとかじゃなくて、その何おなんていうのあのさ、人間の重みみたいな、なんだろう、人生を歩んできた、なんかなんて言ったらいい、わかる、が軽そうじゃん。なんかふらーって生きてきた感じだけど、なんかいろんな物事、ジブリを見て生きてきましたなんかジブリの世界を体験してきましたみたいな感じじゃん。そう、それがちょっと足りなくて悔しい。そう、人生経験豊富みたいな。そう、説明で特定が進みそうなんか優しそうな顔で、ちょっと人生に重みがある方は太郎さんですね。クラピス、なるほど、ありがとう。そう、ヨモツクさん、ありがとう。そう、褒めてるか褒めてないかよくわかんない。めっちゃ褒めてるんだけど、なんでやねん太郎さん、ありがとう、ありがとう。10月もよろしくね、ありがとう。ドゥドゥドゥ、 A の向上心高くて偉いやばろい。次、マイルさん、レインボースタータワーありがとうございます。たくさんありがとう。プレゼントもアクスタも嬉しかったです。お母さんが一番喜んでたというか、お母さんが早く持って帰ってきて見せてってめっちゃ言われてる最高です、ありがとう。マリさんは前も書いたことあるので、ハロウィンバージョンマリさんを書きましたハロウィンバージョンで帽子をかぶってます。本当は頭にかぶせたかったけど、やっぱトレードマークだと思うんですよ、髪の毛が。だからその髪の毛を潰したらマリさんっぽくなくなるので、頭の上にポンって置きました魔女です。マリさんはすごい似てる。え、これはね、似てるよ。私の似てる認定はね、これ90点です。90点、これ割と似てる。この人がいたらマルさんです。グラッピーさん、いいね、ありがとう。次、アキーさん、めっちゃ可愛いタワーありがとうございます。いつも楽しいコメントと名前もありがとう。ずっとアンピオシ嬉しいです、いつも楽しんでいるよ、ありがとう。アッキーさんはドラキュラを書きました。ドラキュラアッキーさんです。こちらは、これは似てる似てないはないんですけど、ドラキュラでコスプレをしています。なのでぜひこれやってください。こっちに似せてください。アッキーさんはこれに似せてくださいね、お願いしますありがとう、たわん、今日もありがとう。また別で書きます、ありがとうございます。やっぱハロウィンなので、ハロウィン仕様なんですよ。かわいい、帰ってくれてありがとう。顔の輪郭が似てるかも。あ、そうなの。これじゃあこれで覚えとくわ。絵が似顔絵に寄せるという新しいスタイル次、みーくん、頑張ったわ、ありがとうございます。たくさん会えて、夏のツアーたくさん来てくれて嬉しいです、ありがとうございます。いつも見つけてました。10月も会えますように、ありがとう。
とこれはですねオムライスをとミーくん、オムライスとミーくんっていう題名ですね。こちらこれはね似てる度合いはねなんかちょっと違う部分はあるけど、うん、79点ぐらい、79点です。こちらこちらのミーくんは、うーん、そうですね、何がな違うのかな、ちょっと頭の形を間違えました。もうちょっとここがこうな気がします。もうちょっとなんかちょっと違いました。頭のここを間違えましたね。でもねそれ以外はね割と似てますね、結構似てます。だからそこをねちょっと間違えなければよかったなって思います。こうしたらミーくんこうしたら100点だった、こうしたらね100点だった100点だったのに、そうこだわりがちゃったイラストなので皆さんに、マニョさんありがとうございます。米田新太はありがとうございました。ありがとう、配信見てくれてすごく嬉しいです。ずっと忘れんよ、ありがとう。みーくんより似てきた、あ嬉しい、より似てきた似顔絵、ありがとう、嬉しい方です。でマニョさんありがとうございます。マニョさんはねなんかね似てるんだよな、なんか似てると思うんだよ。私メガネかけてるよね、これかけてなかったら超恥ずかしいんだけど、私かけてるイメージなんだけどさ、いやねちょっとね後から書いて、いや前と思って、でもなんかね似てると思う、こんな感じだった。オリコちゃんとのサイズ感がね全然違うのがおもろいよねありがとうマニオさん、また会いましょう、ありがとう、ありがとうございます。では次、みさきちゃんうさぎタワーありがとうございます。ありがとうみさきちゃん、応援してくれてありがとう、会いに来てくれてありがとう、うれぴー好きぴー大好きぴーです、ありがとう、すごく嬉しい、応援してるよみさきちゃんのこと、頑張ってね。こちらがみさきちゃんです。もっとね輪郭シュッとシャープだったからちょっとね悔しい悔しい、もっとねシャープな感じなのに、そう悔しい、すっごい小顔なのに私がちょっと小顔じゃなくしてしまって悔しい。そうでも可愛さは、うん、こんな感じで可愛かった嬉しい、ありがとう、応援してます、ありがとうです。特定しないでキュートンっていうの、ありがとう、どういうこと、オリコちゃんに比べたら小顔よねえ、オリコちゃん顔でかいんじゃないよよ、次アスパラさんめっちゃ可愛いタン、ありがとうございます、楽しい思い出をありがとう、とんかつ羨ましかった。でもねそう配信で言ったやつ言ってく、配信じゃないメールで送ったやつすぐ言ってくれて嬉しかったです、ありがとう。これからは聖地巡りしてね、聖地じゃないかったけどねありがとう。これアスパラさん、なんかね似てるよ、これガチ似てる、これは89か92点ぐらい3点の差はなんかよくわからんけどぐらい似てる、結構わりかし人によってはね似てると思う、人によってはね似てる似てないがちょっとずっと見てたらあれってなるけど、パッと見これアスパラさんよって言われたらうんうんうんってなると思う、似てる気がします。ツアーたくさん会えて嬉しかった、楽しかった、ありがとう、こちらこそたくさん本当にありがとう、
嬉しかったです。しかも最善じゃないけど前の方とかめっちゃ多くて嬉しかった。ありがとう。似てると思いますね。似てるよね。髪の毛の感じとかは似てるししっかりつかめたなって思います。このメガネ丸めな感じとかは似てます。そう、似てるって言う人の方が多いと思うけど、そう似てると思う。これは次、えりちゃん、うさぎタワーありがとうございます。3日間会えて嬉しかった。ラブありがとう、一生忘れません。ありがとう、えりちゃん。これはえりちゃん、ハロウィンで魔女の格好をしたえりちゃんです。これはバリバリ似てますこちらはね95点です。私の中の95点が出ました。これはまつげをね付け足しました。前回とはパワーアップしてまつげがね長くなりました。やっぱまつげパッチリするのがやっぱ可愛いし、まつげパッチリが特徴のえりちゃんなのでまつげをかけました。感謝いっぱい。こちらこそいつもありがとう。あーいいしてるよありがとう。クオリティ高いですよ。よろしくね。よろしくねって何がよろしくなんだろう。ありがとうございます。似てる、日曜会えるので声かけてみます声かけてみて、この子見つけたら声かけてみて。まりちゃんだけね、みんな声かけちゃダメよ次、ケンくん、うさぎたまーありがとうございます。いつもありがとう。あいつ伝わってますよ。頑張ってね、応援してます。大変な時期らしいんですけど頑張ってください。結局私も昨日スズメとジロリは見てませんこちらはドラキュラになったケンくんですこれも似てると思います。似てるという分類に入るのか分かんないけど、ドラキュラの格好をしたらこんな感じになると思います。うん。で、前よりも髪の毛が似ました。前よりも髪の毛が似たっていうのが最大の特徴です。この図はオリコちゃんの血を狙うドラキュラです。ドラキュラバージョンです。うん、まあ似てると思いますね。これは70点ぐらい低いちょっと似てる。血を声かけてみます。おお、違う人に声かけないでね、気をつけてね次、グラッピーさん、頑張った、ありがとうございます。ありがとう。ん？あ、あってた。今年の夏もたくさん会えて嬉しかったです。さすがアンピオー、初代アンピオー、そしてこれからもずっとアンピオー、ありがとうございます。これね、似てるのよ、似てるのよ。この感じ、髪の毛はこんなモフモフじゃないのに、なんかちょっとなんかさ、大阪のおばちゃん感出ちゃったけど、髪の毛はもっとこれじゃないのよ。髪の前髪はこうだと思うの。でもちょっとこれはちょっとやりすぎた上のちょっとブロッコリーはちょっとやりすぎちゃったけどでもこれね、似てんのよ、似てんのよ、ガチで似てんのよ。これ99点、ガチで似てんのよね、似てんのよ。このね、私がこだわったのも目ですね。目のこの感じはもう絶対に、だからもうこれ見てクマッピーさんってどの人なんだろうと思って、この人かと思って会場を探したらいます、これこれとか言ってた。ありがとう、似てる、よかった。ちょっとね、髪の毛はちょっとやっちゃったなって思うんですけど、ちょっとね、はい、ちょっと次会った時には髪の毛もちゃんと注目して、髪の毛ちゃんとしたいと思います。お受けしてますかよかったです。8日探してしまいそう探すも何もすぐ分かる、絶対に。これめっちゃ似てます。私は98点を出します。2点は髪の毛です。だからね、ちょっとね、伸びしろです、伸びしろがあります、まだ。でも似てます、めちゃくちゃ。でケンくん、これは午前ん昼
夕方と夜やったから多分どっちもくれたんかな。レインボースタータワーありがとう、たくさんありがとうございます。10月も仲良くしてください。残り1ヶ月楽しましょう、ありがとう。これはノーマルです。ちょっとリベンジケンくんなんですけど、なんか似てるような似てないような、ちょっとなんかこれはね、なんか違うんだよな。何が違うかって言われたら分かんないけど、なんかこれは何も考えてなさそうな人になっちゃったことがちょっと反省点で、なんかね違うんよ。何が違うか分からんけど、なんかこれ、この子はなんかアリが行列になって歩いてるところを見てそうな感じなんですけど、そんな感じじゃないじゃん。だからちょっとそこは間違えちゃったなと思って。この子はね、アリの行列をずっとじーっと立って見つめてそうな子になってしまったので、次を変えるならそういうところがなさそうな感じを書けるように頑張りたいなって思います。次、マッツンタン、ありがとう。いつも見てくれてありがとう、嬉しいです。マッツンが楽しい時間を過ごせますように、ありがとう。これはかぼちゃをかぶったマッツンです。これかぼちゃをかぶったマッツンだよ。どうですか、似てますか。多分ね、マッツンがかぼちゃかぶったらこうなる。これです、マッツン、どうですか。すぐ見つけられる。別にかぼちゃかぶってるわけじゃないと思うんですけど、マッツンも。そう、パンプキン、前ありがとう。この子を題材に描きました、どうもです。ありがとう。そう、かぼちゃ、今年のハロウィンはかぼちゃかぶってください、見せてください、お願いします。ということで、10月1日にいただいたのお礼でした。ありがとうございます。マッツンさん、ケンくん、クマピーさん、エリちゃん、アスパラさん、ミサキちゃん、マニョさん、ミーくん、アキーさん、マリュさん、山田太郎さん、ブラップさん、ありがとうございます。10月1日投げたんだけど呼ばれてないって方いませんか。一応スクショで全部残してて、スクショのやつなんですけど、多分大丈夫だと思うんですけど、似てないけどね。え、違うよ、かぼちゃをかぶったマッツンなんだよ。だからかぼちゃになったマッツンじゃないの、かぼちゃをかぶったマッツンだから、かぼちゃかぶったらあれになるよ、似るんよ、いるんですよ。かぼちゃかぶってください。そして10月2日にいただいたのが、たかけいさん、かなびしさん、あんぴが大好きぴさん、かげうすこさん、けんくんです。と今日いただいたたかけいさんと、まあおうさん、あ、たかけいさんじゃありません、すいません、あるような次をしてしまい、ずっとあんぴよしさんと、まあおうさんのお礼をさせていただきます。よろしくお願いいたします。遅くなってすみません。ただこのこれね、書く紙がね、これ骨付き重々なんですけど、なくなってしまったので、また書くやつがね変わると思うんですけど、ご了承ください。ちょうどね10月2日分でなくなったんですよ。でタワーのお礼でした。日本人なのでかぼちゃは、いや、かぼちゃかぶるって、かぶれよ、かぶれよ。複数だった。安否の似顔絵はね描けない、自分の顔わかんないから。そう、かぶるかかぶらないかじゃないですよ。俳優、今膝を描いています。
ということで、すごい優勝さん結婚してありがとう。ツイートしたら試合が似てるってよ。え、そうなの？やった。似てた？よかった。はい、ということで、アブもう一度お願いします。もちろん。ありがとうございます。じゃあ今からの時間はポケモンカードを開封する時間にしたいと思います。めっちゃ優等生みたいけど、いろいろ言ってきそうな顔がそれっぽいらしい。なるほど、そんな感じなんや。まだあるよ、そりゃ。そうなのよ。ふわっぴーさん、ありがとう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 、たくさん、ありがとう、こちらこそありがとう。初見さん、センキュー、ハート。ハート、センキュー。このアバターに頭近い、確かに。ちょっとアバターに言っちゃったわ。ちょっと5個セットぐらいで開けようかな、いきなりボンボンボンって。それが早いよな。これはね、今から開けるのは今から紹介するんですけど、リザードのパックですね。開けたいと思います。国営の主催者をまだ開けてないので開けたいと思います。よし、じゃあね、50枚一気に見ていきたいと思います。これにリザードンがいるのか、まだリザードン出てないので出したい。じゃあ行きます。あ、謎の草。クイタラン、イーブイ。おお、レアだ。エンティー、エンテイだった。エンテイ、エンテイさん、エンテイさんの レア持ってるかも。私レアから一応入れようかなと思ってます。これエンテイ、こちらはですね、エンテイが吠えると世界のどっかの火山が噴火すると言われてる。吠えさせないように気をつけないとですね。噴火したらやっぱ洗濯物が大変になっちゃうので。次、ルガルガン。え、初めて。フリージオ初めて出ました。この子、寒い季節に現れる。雪山で亡くなったポケモン、人の生まれ変わりと言われてる。ポケモンの発生ってよくわかんないよね。どうやって発生してるのか知らないから。人影、ピジョン。来た、ピジョン、ピジョットの EX。 SR なんだけど。待って、スペシャルアートレアだ。スペシャルアートレアだよね。スペシャルアートレアだ。ピジョットの、やばい、手震えてる、手震える。早く入れて、空気に触れさせるな。やばい、初めて出た。最近の中だと、このパックは初めて。スペシャルアートレア、やばい。これ何円ですか？これやばいと思う。ちょっと普通にすると思う。2000円から3000円、やばい。2000円から3000円だって、みんな、やば。ピドットじゃなかったらもっと高いのかな。スペシャルアートレア、誰が、スペシャルアートレアは私持ってんのかな。それすら、
ペシャルアートレアもしかすると初めてかも私。私長吉さんありがとう、スペシャルアートレア初です、初スペシャルアートレアです。私え、やばくない？サインを書いて1万円で売れるねこれ初めてスペシャルアートレア嬉しい。え、初めてなんだけどスペシャルアートレア、やばい、初めて私、嬉しい。え、初めてなんだけどスペシャルアートレアなんだけど嬉しい、嬉しい、ありがとうございます。次タウンデパート、ちょっとなんかニヤニヤ止まらないんだけど、ありがとう。臭い花、ジグザグマ、イワンコ、クチャート、クチャートじゃなかった、クチートだったクチート、リベンジパンチ、ホルビー、オトマロ、デルビル、ビークイーンのダブルレア、ミツハニーの進化系のダブルレアですね。やば、え、しかもテラスタルしてるよこれ、待って、テラスタルしてる、テラスタルしてます、テラスタルのビークイーンです。やばい、入れる手が震えるもん、やばい、当たってる、当たりすぎてる、やばい、嬉しい、やば、やばい、予想800円とかするかな、700円、500円するかな、100円とかかもな、100円かな範囲広、100円は絶対する、これ100円かな、120円か200円ぐらいの予想。嬉しい、テラスタルしてるピークインの EX、 ちょっと当たりすぎてるな、明日人生500手前、あー、じゃあ最初で当たったんか、500か、すげえな、すごい、やばい、お金持ちになった。パトロールキャップ、キリキザン、カプサイジ、ウソ花、ストリンダーのレア、エレズン、エレズン、あー、この子か、進化系ストリンダーのレアが出ました。あ、最後の1枚あった、と、どう、パルディバのってことで、今回は今 5枚開けたんですけど、5セット開けて50枚開封したんですけど、レアが2枚、園庭とストリンダー、長吉さんありがとう、そしてダブルレアのビークインの EX、 テラスタルしてるやつと、ピジョットの EX のスペシャルアートレアです。スペシャルアートレアの凄さを言うと、レア度が一番マックスのやつです。普通にやってとんのがコモンアンコンっていうやつなんですけど、次にこのレアが来てね、レアでダブルレア、さっきの取ったで、アートレア、スーパーレア、スペシャルアートレアで、スペシャルアートレアが一番いいやつなんですよ。それが当たったんですよ。しかも私スペシャルアートレア持ったことなかったんで、ガチレアなので、すごいです皆さん、これはこちらすごいです皆さん、凄さを伝えられましたでしょうか。これで私は伝わってたら嬉しいんですけど、伝わりましたかね。いいもの見れました、よかった。そう、すごいやつなんですよ、言わんこ、私これ並べてるんですよ一応、なんか進化順とか同じやつは並べたりとかしてるんですよ。大変だけど
次も50枚開けちゃおっかな。調子乗っちゃって1、2、3、4、5、調子乗っちゃって開けちゃおう。7番目くらいのレア度なの、やばい。そのシリーズでピジョットが7番目くらいのレアなんだって、やばい。1番のレアなんだったん、気になる。やばやば、明日私生きていけるかな。明日すごいな、どうしよう。いい流れ来てるね。それな、リザードン来るよ。テラスタルリザードン、テラスタルしててほしい。リザードンのスペシャルアートレアが3万弱、それはやばいね。やばいやばい、えぐ。じゃあいきます。あ、カプサイジ、シビランス、あ、シビシラスだった誰シビランスシビシラス、クイタラン、さっきぶり。あ、リザード、嬉しい。綺麗花、チルット、おたまろ、さっきぶり、エレズン、お、進化系持ったね、さっき。サメ肌初めて来た、キバニアからの進化で海のギャングと呼ばれ、生息海域に入り込んでしまった船はおそらく漏れなく襲われてしまう。わお、危ないやつだね、サメ肌。あ、綺麗花、さっきぶり、シビビールを進化系、ホルード進化系、グルトン、あ、来た、トゲキッスのレア、これ私持ってると思う、トゲキッスのレア。ありがとうございます。ダイスだ、ルビーサファイアのポケモン、あ、そうなんだ。シビルドン、ツボツボ、なんかあとこんだけなんだけど、レアしか出ないことある。 P、 小刀、励ましの手紙、なんか今励ましてほしかったか、嬉しかった。ガルーラ、トゲピー、ちょっと待って、怖い、なんも、なんか全然ないじゃん。スピカ、レア1枚とかある。ダルマッカ、あ、ブラッキー、もうちょっと近づけた方がいいか。ガマゲロゲ、謎の草、ポッポ、やばい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 、あと2枚、あと3枚かな、やばい。ロコン、あと2枚、悲しい。ツンベア、あ、オーロット、全然出なかった。トゲキッスがなーなー、そんなことある。40円なんや、売れるんや、むしろ。悲しい、悲しいんだけど、悲しい、悲しくて涙出ちゃう。悲しい、悲しいよ。ピエン、こんな出ないことあるのか。ちょっとね、ちゃんとやってるので待ってて。あ、エレゾン、
ドゥドゥシーフランスカプサイジン悲しいだけだな。整理整頓大事だから。これ切り刻んでた？あ、小股の中、小股のおったわ。ドゥ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 。あれ、エルズの進化系出てなかったっけ？出てなかったみたい。悲しい出だと思ってたもん。あ、レアで出てたわ。レアだった。レアで出てたんだった。レアとはね、ちょっと違う場所に分けられるから残念。あと何枚残ってる？悲しいから4枚。あ、1234。じゃあ5セット開けようかな、まだ残ってるし。1234、5。今日は150枚開けました。ん？5枚入りだから違う。5枚入りだから5セットで25枚で、これ25枚だから75枚開封です。今日は75枚開封中。追い返す。ということで、お祈りして、みんなお祈りしていきます。お願い出て。アリンコさんありがとう。ミニオン、ミニオンじゃないわ、全然違う。ストライク、マイカ、イワンコ、クチート、ブラッキー、ウソハチ、ロッコン、まっすぐま。あー、ダブルレア来た。ブルーローム、ブルーローム、ブルーローム。しかもこの子自体初めてかも。ブロロンは持ってるけど、ブロロローム、ブロロロロ、ブロロローム、ブロロローム、ブロロローム、ダブルレア出ました。出たー。きた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 。なんやなんや、これは400円か600円。400か600か。販売価格90円。なんで、なんで人気ないん？そうなんや。安。全然差あるくない？ B クイーンと。キュコン、サナギラス、シビランス、ホルビー、シビルドン、マッキョ、フリージオ、スズピカ、ヌパパス、サメ肌、ウルティガ、ヨギラス、ジグザグマ。あとこんだけなんだが、こんだけなんだが、レアぐらい出てほしい。ガマガル、お願い。リザードン、オーロット、ずっとこの曲が頭から離れないんだけど、アレンデールの曲。アレンデールの曲なら知らんけど。
2番か。容疑らしったか。容疑らしって出てたっけ、みんな。容疑らし、容疑らし。どこに置いたっけ。おらんかったよね。あ、おったわ。おっとろ、おっとろって言っちゃった。とっとろ、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 トトロ、トトロ。あれ、さっき持ってたさ、あ、ジグザグのここにいた。ドゥ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 、あなたに訪れる不思議な出会い、トトロと。75枚開封しました。しおりんさん、ありがとう。誰かが大鳥、小道のどこかにいたよ。トトロの DVD 持ってる。いいね、素晴らしいじゃないですか。うらやま。これに入れます。入りました。ジースにジブリの DVD は何も持ってない。持ってるのっていうのは、あ、DVD があるんだじゃなくて、あなたの手元に、家にあるんだってこと。いいね。
ストロ好きなんだねのあるんだな。ルル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 じゃんじゃんじゃん。ゴミも分別できたということでね。今日は一曲歌って終わりたいと思います。たよたさんハートありがとう。何にしよっかな。何がいいと思う。どうしよう。ごめん、落としてた。ショールームで歌ったことない曲なんだろうな。何歌ったことないかな。クワスいるよいっぱい。何があるかな。何がいいですか。ドゥ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 。まあ何でもいいやろうね。どうしようかな。どうしようかな。どうしようかな。大好きな人最近歌ってないね。あ、歌いたいことを曲見つけた。2曲。でも SN の曲。暗闇かその曲で迷うけど、いや、夏終わっちゃうしこの曲歌いたい。わかる？この曲。この曲だよ。この曲、この曲。いや、ちょうど今の季節かも。ちょうど今の季節の曲かも。では、いきます。それでは、どうぞ。わかる、いいよね、ウケる。分かってないやつ。海の季節は終わってしまった。君を一度も誘えなかった。急がして聞いてたから、悪いかなって躊躇した。僕のスマホに残ってた写真、恋が盛り上がって
さらいどんなことあったとしても僕は変わらないあれきり会ってないこのまま忘れられるものかそう本当の気持ちだからずっと好きでさせて君に会うにも理由がいるよねそんな動作を寂しく思う大津さんペンライトありがとう。グワビさんミラーボールありがとう。コシさんペンライトありがとう。タンポポさん音符ありがとう。みたらさん大津にゃんグワビさんいっぱいありがとうございます。ナビスさんペンライトありがとう。カシモラーさんありがとう。ドラップさんありがとう。花火さんもいっぱいありがとうございます。タンポポさんもいっぱいありがとうございます。ヤマトさんありがとう。トラタロさんありがとう。しおりさんありがとう。ミスターさんラブレター掛け銃ありがとうございます。ありがとうございました。ということで残り惜しいのですけど今日はこれで見て終わりたいと思います。私からお知らせがあります。まずは10月14、15日に香川県の高松の総合体育館でしたっけ、で昨日の分です。このラブレターなんで残っとんこれ私これ読んでないわと思って読んだのになんでやろ。ハブビーさん最近ありがとう。あ読んじゃった違う、もう違う。タカケイさん猫ありがとう。ケンさんハートありがとう。ユウなんとかさんセンキューハート、ハートセンキュー、ギブプレゼントセンキュー。香川県でイベントが2日間で行われます。バスケの試合、ぜひ来てください。高
松市総合体育館ありがとうございます。インドですよ、ぜひ皆さんよろしくお願いします。高松市総合体育館で10月14、15ホーム開幕戦の徳島ガンバローズの試合を、香川ファイバーローズさんの試合を応援しにぜひ来てください。よろしくお願いします。14、15どちらもいるんですけど、15日はフリースローにも挑戦します。14日はあかりんさん、そして私が参加してて、どっちも14、15どっちもいるので、ぜひ皆さん会場に来て、私と残りあるイベントは本当に残りわずかだし、イベントは本当にこれが最後だと思うし、まだ発表されてない分があるかもしれないけど、でもイベントはこれが最後だと思うよ。私知らん、あったらごめんね、これ最後最後最後詐欺してごめんなさい。でも知ってるのだとこれが最後、イベントはで香川のイベントはもうきっと最後だと思うので、ぜひ来てください、お願いします。一緒にねたくさん盛り上げられたらいいなと思います。またねここで STU のファンの方たくさん来てくださったって言って、また香川のお仕事が STU48 にまた来たらいいなとも思うし、今後にでもね、ここの STU48 に貢献できるよう最後まで STU48 のメンバーとして頑張りたいなと思います。よろしくお願いします。です、私のからのお知らせは以上となります。皆さんからのお知らせはありますか？もう一曲歌えたわ、歌えたが悔やみたいなかったね。好きになるばかりです。 Thank you、 嬉しい、 I'm happy、ポカンさんありがとう。日曜 SS をありがとう。とても肌寒いですね、気をつけましょう。外れてた、じゃあほんま気をつけてね。結婚してトルさんありがとう、うん、立ちつてとトールさんありがとう。明日から出張で飛行機乗るので空から見守ります。こうありがとう、頑張ってね。夜中アンピのことを考えて涙が出てきました。泣かないでー。北海道かなり寒いです。あ、そうなんじゃ、気をつけて。そっか、もう北海道もそうだよな、もう絶対寒いよな、気をつけて風邪ひかないよ。ナス素敵だね、ナスいいですね。仕事が多すぎて泣いてます。泣かないで、日曜日のために頑張り、泣いても終わらない仕事は厳しい。長崎行くのいいね、カステラじゃん。グラタン、なんで誘ってくれないの。最後のアンペ見届けてほしい、メーカー言う。ラスト1ヶ月思きますね。愛がですか。僕は日曜 SS シートでした。ありがとう。オラさん、オラピー、こんばんは。あ、はい、ありがとう。ひじいじありがとう。明日の朝もアソイボール食べるよ。現実見せてくれる、アンピかわいい。今日カレー作ったら味がいまいちでした。明日はもっと美味しくなるよ、きっと。そうですね、1ヶ月後私の誕生日ということで、楽しみな1ヶ月後ですね。さあくんありがとう。
もう一度もう一度君を誘いたい、てっきりクラスの前のクリップ挟む力が弱くなったの。そうなの。寒いと思ったら20度下回ってた。え、でも夜マジで寒いよね。か開けとったんよ。開けとったら寒くて無理だったもん。今28度、ちょうどいい。風もあるから。21歳早いな。いや誰やねん。ということで団長見たいと思います。13位メイさん、12位ハイリングさん、11位ゆうきさん、10位チョリさん、9位福太郎さん、8位しおりんさん、7位大津にゃん、6位みーくん、5位たかけいさん、4位みすたらさん、3位くまっぴーさん、2位花火師さん、1位ずっとアンピュースさん、とありがとうございます。そしてマーボーさん、また2本ありがとうございます。またお礼はさせていただきます。ありがとうございました。あとターンのお礼もまだかけてない方いるので書きます。10月2日の方、たかけいさん、花火師さん、アンピが大好きさん、影薄香さん、けんけん、はい、読みます、書きます。ではありがとうございました。See you. Goodbye. Good night. はい。